これから勝てるのかな。素晴らしい評価です。まったく、はあ、イカルガさんとカツネはずっとあんな調子だし、もうどうしたらいいんだろう。じゃーん、到着。あなたたち誰？どこかで見たことがあるような気がするけど。いや、この世界ではお前たちとは会っていないはずだ。え、どういう意味？今はまだ知らなくていい。それよりもなんか困ってるみたいだね。え、まあ確かにそうだけど。力にならせて。別の世界ではお世話になったから。別の世界？なんだろう、悪い子たちじゃなさそうだけど。ねえねえ、何に困っているの？話して。それじゃあ、っていうことがあって、本当は仲のいい二人が喧嘩してるの。なるほど、そういうことなら力になれそうだな。うん、あの時のお礼をさせてもらえるね。あのさっきから意味がわからないんだけど、別の世界とかお礼とか。いいからいいから、そのことは気にしないで。それよりもあの水鉄砲みたいなので戦おうよ。私たちと戦えば二人のことも解決するから。戦うってそこまで言うなら、じゃあお願いしよっかな。行きますよ。レッツスプラッシュ。5、4、3、2、 PBS。 手加減はしないからな。本気の勝負だ。大事なのは力を一つにすることだよ。力を一つに？そうだ、お前たちが一番得意とすることだ。もっともっと巻きで。お願いします。
くよ。やーん。かなり攻め込まれてます。なぜよ。やっつけきました。容易に攻め込まれているのか、それを考えるのだ。みんな心がバラバラになってるよ。心がバラバラ。なるほど、そういうことですか。皆さん思い出しましょう。私たちが乗り越えてきた数々。このよくわかったよ。やっぱり私たちイカルガさんがいないとダメだって。ああ、そうだな。うん、イカルガさんありがとう。イカルガさん、もう泣くなって。皆さん、優しい言葉をありがとうございます。でもなんだ。私はもういなくなるのです。半蔵学院を卒業してしまうから。うん、すごく辛いけど、私たちは負けないで頑張っていくつもりだよ。お前がいなくてもなんとかやっていく。だから心配するな。イカルガさんが卒業に集中できるように私たちも応援します。そういうのも寂しいんです。え？私は何も卒業試験や卒業後のことが心配で悩んでいたわけではないんです。私は皆さんと離れるのが、それが辛くて寂しくて。イカルガ、こんなの子供みたいですよね。3年生として恥ずかしいですよね。でも私はみんなと別れたくないのです。いつまでも一緒にいたいのです。イカルガさん、私だってイカルガさんと別れたくないよ。ヒバリもずっとこのままでいたいよ。俺だってこのまま時間が止まればいいと思うこともある。皆さん、イカルガ、それは反則だぞ。そんなこと言ったら、あたいだってつらぎさん、私ももらい泣きです。揃いも揃って号泣か。まるでカエルの合唱だな。またそういうことを言う。私たちがこうやって一緒にいられるのは別世界のアスカたちのおかげなんだからね。それは分かってる。でもこれでもうあいつらは大丈夫だ。泣き終える頃にはさらに強い結びつきが生まれているだろう。うん、そう思う。これでちゃんと恩返しができたね。Yeah.
皆さん、準決勝が始まる前に言わせてください。はい。卒業は必ずやってまいります。ならば、皆さんと一つでも多く思い出を作りたい。私はそう心を決めました。ああ、そうだな。あたいも同じ考えだ。そのためにも、この大会を勝ち進まないとな。つまりは、優勝するってことですね。ええ、その通りです。となると、考えなくちゃいけないのは、優勝したら何が欲しいかですね。確かに、そろそろ決めておいてもいいかもね。ひばりはまだ考え中だな。こんにちは、半蔵の皆さん。次の相手は、あなたたちなのですね。ユミちゃん、優勝したら欲しいものなんて考える必要はないって。だってアスカチンたちここで負けちゃうんだし。みのりたちはね、もう決めてあるんだ。優勝したら何が欲しいか。え、そうなの？何何？ね、それがね。ああ、もう言ってはいけませんって。何度も約束したでしょ。我は新しい面が欲しい。だあ、もう独りよがりな願い事は却下じゃ。下船もまだ完全には決まってないってことか。いいえ、そんなことはありません。ちょっと意思疎通がうまくいっていないだけです。それが決まってないということだろう。まあそういう意見もあるとは思いますが、どちらにしても優勝しなければ意味のない議論です。この準決勝、何が何でも勝たせてもらいます。無理やりまとめたな。うん、そうだね。でもユミちゃんの気合はすごいよ。みんな油断しちゃダメだよ。減ってるぞ。ひょっほー、
半蔵学院の勝利だぜ。決勝進出おめでとう、ウィッチ。まさかここで敗退することになるとは。このままの勢いで優勝してやるぜ。優勝してもいいですが、もみもみチケットを優勝商品にするのだけはやめてください。大丈夫だよ、ユミちゃん。そんな願いは私たちが阻止するから。皆さん、優勝商品ですが、こんなのはどうですか？え？何ですか？教えてください。そうか、イカルが決めたか。おっぱいもみもみチケットに。そんなわけあるか。残念ながら葛城さん、そんなチケットではありません。私が提案したいのは旅行です。旅行？卒業前にみんなで旅行に行きたいです。泊まりで。みんなで旅行ですか、いいですね。ひばりも大賛成だよ。もちろんあやめさんも一緒ですよ。本当ですか？生きててよかったです。確かに旅行はいいな。温泉もあれば予売もあるしな。いや、予売はないぞ。普通様からメールです。優勝商品だが、もっといいものがひらめいただそうです。で、今度は何だって言うんだ？俺に素敵な結婚相手を授けてくれと。なんでそんなもののために頑張らないといけないんだ。一応こう返信いたしました。申し訳ありませんが、私と仲間たちの旅行のために使わせてくださいと。もう返信がありました。わかった。友は大事にしろ。旅行なら京都がいいぞ。あそこは修学旅行のメッカだ。ちなみに俺はお腹を壊して修学旅行は病欠した。だから京都には行ったことがないんだだそうです。極めてどうでもいい情報だな。大変よくできました。やはり決勝の相手はお前か。うん、そうみたいだね。こいつは願ったり叶ったりだ。半蔵に勝たずに優勝しても面白くないからな。私も同感だよ。いい試合にしようね。アスカ、覚えているか？私たちが初めて刃を交わした時のことを。もちろん忘れるわけがないよ。あの日から肝心なところでは必ずお前たちとの戦いになる。うん、そうだね。お前との戦いは宿命みたいなものだ。だからこそ私はお前に勝たねばならん。それがどんな対戦方法でもな。私だってホムラちゃんに負ける気はないよ。よかろう、いい勝負になりそうだ。ならば見ろ。はあ、カニからのエビ。続きまして、あら不思議、四次元ビキニから大量のハトが。もやしを丸めて作ったこのもやしおにぎり、私5000個食べてみせますわ。
ふん、あはん。あ、はるかさん、何してるの？ひばり、久しぶりね。でも、ちょっと今は話しかけないで。わしら、YouTube の視聴者に向けて、いろいろアピールしとるんや。視聴者にアピール？なんでですか？いろいろと事情があるのよ、事情が。簡単に言えば、忍びの仕事を取るための営業活動ですね。へえ、大変なんですね。っていうか、誰よあんた。あ、あやめと言います。よろしくお願いします。そのみなり、カツラギのパチモンやな。そんなコスプレじゃ再生回数は稼げへんで。あ、あはあ。アピールはこのぐらいで十分だろう。さあ、アスカ、始めるとするか。なんだ、その脱力した顔は。やる気はあるのか、やる気は。もう、誰が脱力させたのよ。行ってきます。忍びの里巡りなどをしたいです。そこで民家をお借りして、古の忍びたちに思いを馳せながらしっかりと過ごすのです。いいですね、素敵です。イカルガさん、その旅行、私も一緒に。え、いいえ、何でもありません。減ってるわよ。美しい君。悔しいですわ。スプラッシュ。悔しいですわ。仲間がやられたようね。盛大な拍手を。みんな、試合には負けたけどチャンスだよ。今カメラは私たちの表情を捉えてるわ。くそー、と悔しがる姿からのエベカニ。あはん、うっふー。
しおにぎりを2秒で丸飲み。楽勝だね。イカルガさん、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。それでヨミさん、旅行の件なんですが。え？私たちの旅行に一緒に参加しませんか？それは構いませんけれども、でもどうして？私はあなたとの思い出も持って卒業したいのです。だって忍び学生時代に一番戦って一番仲良くなった人ですから。ホムラちゃんっぽく言うなら友ですものね、私たちは。え、そうです。イカルガさん、ありがとうございます。旅行にはぜひ参加させてもらいますわ。何ですか、このまがまがしい木は。一体何が起きてるのですか？気をつけてください、何か来ます。最高の評価です。聞いてくれた。これはユーたちのために用意したもみもみマシーンだ。あたいたちのために？どういうことですか、キリア先生？キリア先生なんて人ここにはいません。わかった、その話はいいから状況を説明してくれ。オッケー、ユーたちに最高の思い出を提供する夢のマシーン、それがこのもみもみマシーンなのさ。プレゼントフォーユー、さあ楽しんでくれたまえ。楽しんでと言われましても、大道寺先輩まで捕まってますし。我のことなら気にするな、助けは怖ん。おお、でもそうはいくかな。もみもみマシーンの超絶テクニックにかかれば、大道寺も一発で女の子の声を出しちゃうぜ。そんなことは。あ、くそ、なんてごちそうなんだ。こいつはヤバすぎる、ずっと見ていられるぜ。そんなことを言ってる場合ではありません。早く大道寺先輩を助けなければ。それに最高の思い出をくれるって言うんだから、やってみましょう。うん、そうだね。もみもみマシーンと心ゆくまで戯れるがいい。全力を尽くすのみだ。イカルガさんとカツネーのためにも頑張るよ。
この試合に勝ってみんなで楽しい旅行に行こうよ。皆さん、イカルガ、あたいたちも負けずに行くぞ。最上級生としての力をみんなの目に焼き付けてやろうぜ。はい、我もしかと見ているぞ。お友達は大丈夫かい？ワンダフルだったぜ。ささやかなプレゼントは楽しめてもらえたかい？ええ、お気持ちは伝わってまいりました。ありがとうございます。では最後のプレゼントをあげよう。それはこれだ。みんな黙っていてすまない。ミスター K の正体は俺だったんだ。はい、だと思ってました。なんだと？なんだとと言われても。まさかバレてないと思っていたんですか？これでは俺の立場が半分。泣いていたな。キリア先生のあんな顔初めて見たよ。本当ですね。よかった、最後にイカルガさんが笑ってくれて。この大会は泣いたり笑ったり本当に忙しかったし、だから最後にイカルガさんの笑顔を見られてよかったなって。そうですね、本当にいい思い出になりました。私もです、イカルガさん。ああ、楽しい大会だった。ひばりも、私今日のことは絶対に忘れません。選抜メンバーのエロ担当になれるようにこれからも精進を続けることを誓います。イカルガ。はい。この大会で終わりじゃないぞ。卒業までの毎日を目いっぱい楽しもう。これは二人の約束だ。え、いい笑顔だ。というわけで、もみもみもみ。なんですか？
お前だけとびっきりの笑顔なんてずるいぞ。あたいも最高の笑顔にさせてくれ。それ、もみもみもみ、やめてください。二人のこんな姿も、もうすぐ見られなくなっちゃうんだね。ああ、寂しいな。うん。でも、その寂しさを吹き飛ばすような笑顔で行こうよ。はい、大賛成です。もみもみもみ、それ、もみ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 、これがあたりの実力だ。